まじま建設やっていこうと思います。なんかね、長州さん、なんかご飯に誘えるみたいなので、ちょっとそれからやっていこうかな。お桐生さん、飯行こうで、せっかくだし、藤波と天竜も誘ってよ。そうだな、行くか。なにこれ、食事会話の難易度ってなんだこりゃ。あれかな、水商売でもあったよね。それかな、まあ、普通で行きましょう。こういうミニゲームもあるのね。みんなメニュー見てる。こんな洒落た店で飯なんてあ、やっ初めぱてだぜ。あったね、キャバクまあラでも。たまにはいいんじゃないのか。いい匂いがプンプンするな。そうだそうだな。ね。なれねえもん食って腹壊すなよ。それお前だろ。こんな店にこんなメニューあったか？なんか期間限定でヨーロッパからシェフが来てるらしいぜ。今だけ本場の料理が食えるんだとよ。へえ。おお。おお。何食おうかな。メニューに写真がねえからよくわからん。絶対アフじレコ楽ゃあしかっ俺たはだろうな、この方本た場ち。サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてってやつおお。にするぜ。高級やな。うん？あ、違う、あ、お前そ間れ違えた。うんにす何るが出つてもくるりかだった分かっのてんのか。そもそも何て言ったのか分かんねえよ。なんだどうてめえ、もういっぺん言ってみろ。に。間違おっ前も言ってた。みろよ、さっきの注文よ。だからだ本場から。サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてって言ってんだろ。やっぱ分かんねえよ。そりゃてめえの耳がおかしいからだろ。桐生さんなら分かるよな。ああ。資格。本場サーモンのマリネ、海の海の妖精妖仕立精て、仕キャ立ビて。アを添えてだろ。そうそう、それだおお、よよ、しよし。桐生さん。よくわかったな。ちゃんと伝わってるだと？おかしいな。おかしいのてめえの耳だろ。さっさと耳鼻科でも行ってこいや。だいたいお前らにだけは聞きづれとか言われたくはねえんだよ。お前らだっていつも何言ってんだか分かりゃしねえじゃねえか。天竜そんなさん。ことはねえよ。じゃあ天竜、そのメニューにあるシェフの一言読んでみろよ。お安い御用だ。皆様の心を震わせられる料理を目指しております。あ、ちゃんと前聞き菜取かられデるザーよ。トまで断りの素材を使い、美味しさと笑顔の絶えないお時間を提供いたします。聞大切こえる、な聞ひことえきのる。素敵なお目出になりますように。ちゃんと言えとるがな。なじゃねえよ、全然わからんわ。私はシェ分かフりのま気した持ちよ、天が竜さん。何も伝わってこねえぞ。それはお前らがこざれたコメントに慣れてねえからだろう。キリュウさんにはちゃんと聞こえてたよな。じゃあシェフの締めの一言言ってちょっと待って、それみてはく覚えてれよ。ない。×？大切な人との素敵な思い出あ、やばい、に覚えてなない。り合っまてるすかな。ように。だったか？そうそう、あ大あ、よかっ正解た。だよ。マジイェーイ。かよ。キリュウさん、こっそりメニュー見てねえよな。見てねえよ。勘でしなんた。で素直に信じないんだよ。あんなの普通聞き取れるか。まあ伝わりにくいコメントを載せたシェフも悪いな。そんなそことんなこねとえよ。ねえよ。いや、悪いのはお前の滑舌だろ。シェフのせいにすんな。ああ、天竜さんね、黙っ滑て聞いて舌いりゃじりすしくてほど言いもやがっ怒らなて。いな、心が何言っ広いてんでだすかよ分かね。んねえのはお前もだろ。おいおい、お前らと一緒にすんじゃねえよ。じゃあお前、早く言葉でも言ってみろ。そうだな、ちゃんと言えりゃ文句はねえ。ななるるほほどどね。ね。たやく、れやれ。仕方ねえな。よく藤聞け波よ。さんの帰早る、口言葉。ぴょこぴょ、帰るみょ、ん？帰るみょこ、みょこって、まあ言えないな、これ。言えてねえじゃねえか。ガチで。なんだっなんだって？て？どうだ？いや、どうだじゃねえよ。全ガ然チ言えでて言えねえてじなゃさないそか。うるせえ。これ案外難しいんだぞ。そんなん言うなら、お前ら早口言葉は言えんのかよ。どうどうななん？んだ？桐生いいちゃだんはろ言えるのかな？いけ、長州さん。う。生生麦、麦、生生米、卵。生卵、
生麦にニャニニャマニニャ生麦生米生卵生麦にニャニャマニニャメ生麦生米生卵生麦にニャニニャマニニャメ青巻紙赤巻紙キバキバキマギ青巻紙赤巻紙キバキマギ青巻紙赤巻紙キバキマギ言えるわけねえだろこんなもん早く言えりゃやれんのかおいてめえさっきと言ってること違うじゃねえかうるせえまあまあ落ち着けお前らそうは言ってもよ桐生さんよし俺が手本を見せてやろう行け俺が手本を見せてやろうえいいかよく聞いてろよこれが本当の早口言葉だ赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマおお、佐々木龍ちゃん、しっかり聞き取れるぜ。くやっぱ桐生さんにはかなわないな。佐々木龍ちゃん、俺たちもまだまだのようだ。そうだな。そのようだな。だがこのままじゃ終わらねえ。次こそきっちり言ってみせるぜ。え、まだあるのか、ごめんね。とりあえず今は。ちゃんと料理を頼まねえとなすいませんあのマリネのなんとかかあんなのお前注文できるのかよおう大丈夫だいい顔つきになったじゃねえかこれをください言わないのかよあ、もしやこう、あの、別の業界の方たちが頑張って話してるの見ると、なんかもう、あの、面白い。うまかったぜ、あの、本場のなんとかかんとかって料理。桐生さん、こいつはいい店教えてくれた例だ。あー、ありがとう。おー、社長賞、30万円ありがたい。はーい。これまたなんかイベントあるのかな。この前、あ、アルプスで食事した時のことか。よしじゃあやりますかね勝負を今回は蝶野さんたちですねついに蝶野さんたちより上があんのかなバトルないんだったら今回がね真島建設最終回なんだけどではカリスマたちの決戦やっていきますはいはい真島建設このメンバーで業務開始だいよいよ武藤たちとの決戦かなあそうやなようようよう真島建設の皆様しけたつらしてお出迎えありがとうございますありがとうございますついに親玉のお出ましか相当切羽詰まっとるみたいだな別にそういうわけじゃねえんだけど俺たちが出張った方が手っ取り早いと思っただけだナチョなあもう回りくでえことはしねえ俺たちの手でアムロ町ヘルズを奪い取るやれるもんならやってみろ強そうだなそれがやれんだよな俺は不動産界のジニアスだからな不動産へのラブを込めて冴えないライバル会社ぶっ潰すぞよし社長だ。おら、てめえら、ぶっ潰してやるぞ。キャプテン、カモン。いくね、キャプテン。お願いします。さあ来い。強そう。いやどこから来る一番最初敵は下ね下と横ねこれはねちょっとね二分させた方がいいのでアタッカータイプをねちょっと分散させますこれ持ってきてどこまでこうするかこう二人持ってきてですね。準備はいいか。で、ゆうやは
ここで、真島さんこっちに置いてですね、で小牧のおじいちゃんもこっちにして、で、あとはね、バランスとあのディフェンスタイプなんですけども、これもいい感じに分散させていくかな。上と下でね、見事にね、この地形分かれてくるので、まあ、一人ちょっとバランスタイプ真ん中に置いて、まあ、敵の多い方に配置するって感じでいこうかなと思います。よし、こんな感じでいこうかな。よし、いけ。じゃあ、おー、14ウェイバーの、これ大変だね。あ、ちょ、嫌な方向行った、嫌な方向。これ大丈夫か、見つけるか。よし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 、いいぞ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 、いいね。はい、次、今度は上と左ね。蝶野さん来たわ。6ウェーブ目で蝶野さんね。よし、いい調子だ。強そう。来たわけないか。上のメンバーだけでやれるかな、これは。来たぞ、蝶野さん来たぞ。おお、強そう。HP の減り注意してみよう。ここはあ、ユーヨーがやばい。はい、ねえねえねえ、あれ、なんか弱ってない、弱ってない。いや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 、おお、よし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 、あぶねえ。藤波さんですかね。上からめっちゃ来るね。よし、いい調子だ。上に集結だ。みんな上に集結。こっち抜けてくるのやだな。もう下のメンバーは下のメンバーでちょっと置いておきましょう、しっかり。このまま守りきれ。復活あればいいんだけどね。44か。じゃあラストウェーブですね。次でどこから来る？お、上。よし、いい調子だ。どこから来る？やばい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 、みんなこれこそ総力戦やな。みんな集合、みんな集合。下から来ないよね、大丈夫だよ。やばいやばい、
やばい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 。みんな総力戦だ。あ、あ、一個やばい。やられてんじゃん。やべえ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 。オッケーオッケーオッケー。武藤さんやり。オッケー。真島建設。ああ、勝てました。本日の業務は完了だ。いや、棚橋さんね、あの回復役だからやられたのめっちゃ痛かったな。なんとか勝てた。お疲れ様でした。ナイス、いい戦いぶりだったぞ。あ、エスか、よかった。イエーイ。ああ、よしあきりゅうちゃん、俺らの勝利や。本当に大したもんだな、こいつら。社長大丈夫ですか。鶴川すまんね、負けちまった。完全に俺たちの負けだな。実は黒幕この鶴川なんだろう。実はいい戦いだったよ、きりゅうさん、まじまさん。こんなに熱くなれたのは何年ぶりかな。約束通り、武藤不動産にはヒルズの喧嘩手引いてもらうで。あ、仕方ね、弱肉強食の世の中だからな。ヒルズは惜しいが弱いものは去るのみだ。だが一つだけ頼みがある。俺たち武藤不動産をあんたの会社に協力させてくれねえか。今まで散々迷惑かけといて言えた義理じゃねえが、俺は金とか抜きに一人の業界人としてカモノ町ヒルズ計画に魅力を感じてんだ。俺はずっと生きてきたこの街が好きなんだよ。だからその街の未来を左右するヒルズ計画は絶対成功させてんだ。本当は俺が主導で成功させたかったんだが、それは無理そうだからな。せめて協力だけでもさせてほしいんだ。虫のいい話だとは思ってる。だが俺が入ればそれこそ百人力だぜ。今までの遅れの埋め合わせくらいあっという間だ。どうだ、お願いできねえか。前に言うたやろ、キリュウちゃん。マジマ建設は来る者拒まず去る者追い回すがモットーや。去る者追い回す。あらこれで一件落着ですね、キリュウさん。うおー、蝶野さん。え、どうしたの、蝶野さん。ゲッティン。何ハッピーエンドにしようとしてんだ、もっと。何か弱肉強食だ。急ぎ、潔いこと言ってんじゃねえぞ、こら。だからお前はその程度レベル止まりなんだよ。俺はヒルズを諦めねえ。ヒルズを奪って大金を手に入れ、その金カラーズ世界一のギャング集団に譲る。はは。俺はてめえみてえにこの町にも不動産にも愛情なんてもわねえからな。クマメリットのねえやつは消せるだけだ。あ、あれ、お前ら、おい、何してんだよ、鶴川さん。鶴川、お前まで。武藤社長、すみません。ご恩をあだで返すようなことを言ってしまって。残念ながら、武藤不動産の社長はもうこの人だ。こうなることを見越して、すでに裏に仕込んでおいたんだよ。俺たちを信頼して全然疑わねえんだもんな、バカなやつだぜ。蝶野。もっとお前にはもう何もねえんだよ。帰る場所も手貸してくれる仲間もな。こいつには帰る場所も手貸す仲間もおるで。マジマさん、お前忘れたんか。さっき俺タクシーしたやろが。うちの仲間バカにするようなやつは俺が許さん。お前の野望叩き潰したるわ。蝶野さん、今回のバトルで仲間になるのかなって思ったんだけど。ああ。武藤さん強いかな。気に入ら連中や。あ？よし、決戦準備や。ファイトや。おお。攻撃タイプって感じかな、武藤さん。はい、ではじゃあメインストーリーやっていこうかな。大悟を連れてですね、サイの河原に行けということでここからやっていこうと思います。花屋もね、戻ってきたんですよね。
はい、行くぞ。おい、ここのオーナーが変わったって話知ってるか。すごい変態兄さんや兄さん。あれだよね、ここあのヒルズが立っちゃったらよ、ここも潰れるよな。ねえ、あれかな、ごとく3の時にはもうヒルズ立っちゃってここ潰れちゃってんのかな。何があったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。うん、昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ神室町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする。俺が相手になる。爆弾処理なんてできんの300人のこの広い神室町でヤクザ31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。31個ですよ。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。あれ兄さん変態って言われたよ兄さん。揃って不景気な面しとって。真島の兄さん、ギルちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や、どけどけ。おりゃ、何やってんのまたクレイジーだなーこの人ほんと。どうされました。どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわー、なんでやねん、なんで動かへんねや。うわー、おいおい大丈夫か。うわー、やめた方がいいのか。ここにスイッチがあったの。どうしたの。動けやこのボケ。どうしたの。あっ、えっ、来たねー。なーにこれ、どうなってるの。ほんとだよ。兄さんが仕込んだのこのシステム。いやいや、え、ここはこんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、へえ、大したもんだ。ま、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで。伝説の情報やはん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ、さあキリちゃん合流会ですね。お電話です。カオルさんかな、誰だ。キリュウだ。キリュウさん、トトベです。え、今近江連合の連中が、あ、はい、キリュウさんはいるかって言って襲われて。ああ、え、バンタムのマスター。じゃあ行ってみるか。また電話です。キリュウか、江本だ。急に合流会という連中ができ、あー、病院の先生。え、関係のない人たちまで。どこから行きます、キリュウちゃん。
どなんだなんだなんだ。あ、ゆうや。あー、スターダストにも来たのね。ここは僕らが対応しておきますか、キリュウさん、他のやつらを。ゆうやもあれだよ、スターダストで働いてる以外にも真島建設でめっちゃ酷使してるからな。情報屋さん、突然いろんなとこに合流会のやつらが攻めてきて、カムロ町で暴れてるんです。そうか、バンタムのマスターからもさっき合流会が来たと電話があったんだ。あ、早く行ってください、このままじゃ。はいはい、どこ？じゃあまずバンタム行くか、近いから。関東のヤクザは何やってるんだ、関西のやつは好き放題やらせていいのか、カムロ町はどうなっちまうんだ。ママ落ち着きなさい。さて、じゃあまずバンタムですね。やっとご到着会な、キリュウカズマ、待ちくたびれてしもうたわ。ほな死んでもらおうか。さあ、じゃあ合流会とバトル。おおおおおこれだね、ここのバトルじゃないと見られないやつだね、きっと。で、ほら、あと一人。オッケー。もうポイントうま。今は合流会の進行を防がなくてはとにかく急ごう。マスター大丈夫？なんとか、キリュウさんありがとうございます。キリュウさんも気をつけて。よし。しばらくお酒飲めないか、ここで。そっかそっか。じゃあ次は、じゃあ病院行くか、病院。先生さて、次。で、やるな。なんだこれ、さっきの。あ、ちょっと待って、なんかお前よくないもの持ってんじゃん。これはいけないな。オッケーオッケーオッケー。あ、これはいけそうですね。オッケー。ゆうやが心配だ。なんとか持ちこたえていてくれればいいが、とにかくスターダスト急ごう。大丈夫ですか？すまない、助かったよ。まだやつらこの辺りうろついてる、気をつけろよ。はい、では次はスターダストですね。あんた関東のヤクザだろ、関西のヤクザにカムロ町こんなにあさって何も思わねえのかよ。ごめんて、今からゆうや助けに行くからよ。ちょちょちょ、スターダスト。ゆうやー！ゆうや！クソガキ！ゆうや！あー！あー！何の関係もない人間に手出しやがって。
お前らの狙いは俺だろ。その通り。あ、出たわね。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、つらい。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。オッケー。え、リュウジも来んの、もしかして。合流会組員。あ、リュウジはいないか。ほい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 。待って、先にこう、雑魚どもだな。広いね、ここね。お、よし。あ、こっち持ってるやついたのか。そっかそっか、よかった。ドドドドドン。様でした。知ってるもしかして。ああ、やっぱり知ってんの。なんで？お前が人工派を使って仕掛けたんじゃねえのか。あれは人工派勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカモロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部事を済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。ミレニアムタワーか。やっぱ分かった。今度は一切の邪魔はなしや。最初の勝負や。ああ、おー、
で14章終わりということですね。15章、唯一の肉親。どうだ、少しは落ち着いたか。交流会相手によく戦ったな。いやー、優秀や、本当優也は。いや、俺も和樹さんもこの町がなけりゃ今の自分はなかったんです。だからカムロ町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。そんなことはない、体張って店を守ろうとしたじゃないか。立派に成長したよね、ゆうやも。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。巻き込まれてる側だからね、ゆうやたちは。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。第5、合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ合田隆二はやったのか。いや、アイスとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった。30個は解除できた。今早いね、やるやん。この時期は解除してる。あ、そうなんだ。マジマの兄さん、兄さんできんの。あと1個。兄さん、あ、西田、西田大丈夫。え、コナンじゃんこれ。赤のコード切るか青のコード切るか、蘭姉ちゃんがやるやつね。赤や。はい。蘭姉ちゃんどっち切ったんだっけ、映画のやつ。お、赤。止まりませんね。次は、あ、そっか、今解除してるところだね。青やな。はい、青やな。西田めっちゃ汗出てる。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもんわかるはずないやろね。でしょうね。やらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。そんなことはないっす。それなら早やれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ、どっちよ。えい、めんどいや。どちらにしようかな。神様の言う通り。決まった。決まった。おやじ、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。西田だけじゃなくてよ、もう赤に決まったんや。兄さんも巻き込まれるからな。それ貸せや。え、やるの。嘘でしょ。え、はあ、え、兄
嫌な夢ね。よし。嘘。何？本当にマジマの兄さんが爆弾の解除。あ、それが最後の一個だ。そうか、とりあえず一旦サイの河原に戻ろう。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうと思うんですけど、え、兄さん大丈夫なんかしら、あれね、ちょっと、え、西田も最後あれだよね、ミレニアムタワーのてっぺん爆発してたような気がするんですけれども、え、カオルさんの夢なのか、それともガチで爆発したのかね、ちょっと不安になりますね。じゃあお疲れ様です。